一桐なの歌舞伎花恵美、今回は歌舞伎座に出演している中村米吉さんにお話を伺います。平和のお天気なもんですからね。インスタグラムを始めたんですよ。本当<っ>の,の手は女方に向いてるかもしれないねみたいなこと。はいって送ります。さすがに僕は。<laughs> 改めまして、日本テレビアナウンサーの一桐なと申します。歌舞伎役者の米吉でございます。よろしくお願いいたします。ますあの新型コロナウイルスの感染拡大が今ずっと続いていますけれども、このコロナ禍というのはどのように。 そうですねあの昨年の、えー、2月の千秋楽、はい、この歌舞伎座の千秋楽が終わりまして3月の国立小劇場へ出演予定だったんですが、はい、まあそれが初日が伸びまして最初のうちはね良かったんですよ、うん、ちょっと休み,が<ー>休みが増えたぐらいの感覚だったんですよのんきだったんですけど、はい、だんだんこう深刻に、ね、うなってもう意外に値段の能天気なもんですからねしょうがないやなと。 バーって病気が流行っちゃって人が集まるのは良くないしまあそれを検討した上で8月から歌舞伎座が上演をねあの興行を再開いたしまして歌舞伎も、えー、かれこれずっと歌舞伎座国立劇場、うん、南座新橋演舞場博多座と各地の劇場も歌舞伎の公演が続けられてますんで本当にまあ対策をしてくれている劇場の皆さんと 来てくださるお客さんが多分最も気をつけてくださっているというそれが本当にありがたいですしこれからもしっかり役者自身はもちろんその今まで以上に健康管理に気をつけなくてはいけないでしょうし本当にでも今月もですけども私も3月に南座へねあの出演させていただきますけどこんな時期にもかかわらず本当に多くのお客様が足を運んでくださいまして本当にもう。 お客様あっての歌舞伎なんだなって当たり前のことなんですけど、うん、あの改めて気づかされたというか、うん、あの感じる毎日を過ごしましたねこのコロナ禍での芝居の、うんえー、公演に出演するということはそれが大きかったですね。はいうん、あのご自身で能天気だとおっしゃっていましたけれども,えもうそれはもう休みの間というのは何をされていたんですかうです、ね、もう 最初のうちはもうただななんとなくぼ、ね、いやまあ大したことはないんですけど <laughs> ボケーっとしてましたんですけどもそれじゃいけないなと思って何、はい、かこう何か決まった行動をした方がいいなと思って、はいはい、で本を読む時間を大体この昼過ぎぐらい。うん お昼ご飯食べてかから本読もうとか、えー、で夕方お風呂入る前にちょっと踊りの稽古をしようとかそういうことはいわゆる芝居が再開するまで、えー、僕はあの9月の歌舞伎座に出演させていただいたのが再開、はい、最初のお仕事だったんですけどもそれまではなんとなくこのなるだけきちんとした <laughs> やっぱり <laughs> 決まったね時間割じゃない学校じゃないですけど。 時間はだいたいじゃあお昼食べたら本読もうかとかあと夕方の四時から家族であのアマゾンプライムで映画を見るって決めて映画を見てだいたい二時間から三時間ぐらいですか結構の本数になりそうだずいぶんなりましたもう何見たか覚えてない <laughs> 本当にあれ一番心に残った映画もうだからああ見すぎて何を本当に見たんだか,かもうなんか。 気ずいぶん見まして「まあ、なんかこれって見た?」みたいな「<laughs> れいあれって見たっけ?」みたいなこんそんな会話ですよです、ね、家族でも。女方を中心に勤めようと思った何かきっかけであったりしはいつもね聞いてくださる方が多いんですけどね、はい、その漠然としてはっきりしたものがないんですよ。その、のだいたいたた顔顔がここんなでしょに <laughs> に基本的にどう考えたって、はいはい そのいわゆる梅お丸るの筋グマみたいのは、まあ、乗りにくいいじゃななでですすかかそうんよく僕大福を潰したみたいな顔って言うんですけど大福を潰してこうギュッてやるとれ割れてあんこが出てくるでしょう <laughs> う割れあんこが目と口とになるじゃないですかやってみてごらんなさいギュって潰れてあっ梅吉さんだってもう<っ>て <laughs> て食べるかもしれない、まあなんでまあ、そういうこともある、はい、顔立ちももちろんありましたし。はい あのまあ、女方のお役に憧れたお役も少なからずありましたでもその頃は立ち役のお役でも<ー>あ素敵だなと思うお役もありましたし亡くなった祖母が、はいまあ、父の母がね「はい、あんたの手は女方に向いてるかもしれないね」みたいなことを言ってたことが昔ねあったんですよ。でもそれを覚えてまあなんかそんなこともあって <coughs>、はいまあその 18で大学に入ってから真剣に役者の勉強を始めさせていただいた時にじゃあこれはあのどうしようかなと思ってましたんですけども、はい、まあ,あ「どうするつもり?」というふうに聞かれたんですよ。女はないのか。はい、でまあじゃあここはもう一年発起でやはりね女方をやるとなったら女方やっぱりもちろん立ち上げもそうでしょうけど、はい、僕の中ではしっかりやっぱりもう。 とてもあの今自分が立ち役をやりながら女方も勉強するなんて、はい、とても僕には無理だろうと思いましたんで<ー>もう女方の勉強をさせてくださいとも女ひたすら女方をもちろんあの立ち役の役ももちろんさせていただきますし、はい、あの勉強してまいりましたけれども、はい、あの比重を、はい、もうほぼ全体重女方に置きたいという話をさせていただいて、ね、遅いスタートでしたけども18。 の秋からですか。はい、させていただきました。はい、新しく始めたこととかないのかな。インスタグラムを始めたんですよ。まさに聞こうと思ったんですよ。聞こうと思われたんですか。はい、あの三月の。そうなんですよ。三月のあの南座の公演が、はい、あの若手の公演でまあこういったコロナの状況ということもあるので、はいうん、やはりこうインターネットを通じてあの S S S N S の S <laughs> S N S ね、S S S じゃないよ。やはりあの時期が時期だけに。 あの遠方から足を運びにくいお客様もいらっしゃるだろうということもあってまあ少しこう発信ができるようにということで熱量はやはり負けないぞということを皆様にも見ていただくためにもやはりやってみようと2月の博多座の初日の前ぐらいにですね突然一太郎のお兄さんがあの僕のこと本名でしゅうちゃん周平って言うんでしゅうちゃんしゅうちゃんえインスタとかやらないの?」っていう。 なん全く意味のわからないが来るわけですよいきなりその,<あ>の3月の南座でこういうことを考えてるんだけども「<ー>インスタグラム始める気はないかな」とかじゃないんですよ「しゅうちゃんインスタとかやらないの?」ってもう何, <laughs> 何を言ってるんっはい?」って送りますさすがに僕は。<laughs> はいいいい始めた方がいいですかいや大丈夫びっくりみたいなの今楽屋でうゆっくり話もできないですからそ袖で,、ね、でどういうことなんですか、ね「南座の宣伝で使おうと思っててさ」って言いながらも出番が来るから出なきゃいけないわけじゃないですか話もろくろくできないで,でまあこれ、まあ、どん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 、まあ、話も詰まって南座さんの方からも話が来るので、はい、まあそういうことで、はい、SNS インスタグラムでこう イインスタラブっていのやりたとなんか岸君も3月から4人でできるようになったんですよねインスタライブが2人からそういうこともあったんでまあやりましょうっていうことでじゃあまあ始めてみるべえかと始めてみなか大変ですね SNS をやるってだってんか載せることだから今だからこれから市來さんと写真を撮らせてもらってそれを載せるとかをしないり、こり日々何も起きないですもんだってぼんやりしてるんだから毎日。 今こうなかなか楽屋にいる時間も前よりは短くなりましたけども楽屋に入ってからのルーティーンみたいなものはあるんですかでまあ今昔でしたら挨拶もありましたけど、ね、挨拶も回れなくなりましたから、はい、まあ時間になったらお化粧をしてなるだけお化粧をも足は崩さないでお化粧は女方の時はするようにねしたいなというふうに思っていますね。あとあとととくまで父と自分と、はい 二人の部屋の時だけです。はい、あと自分だけが入る時とか楽屋で他の先輩方とご一緒する時。にはしないようにしてますけど、あの、ー,オー,ケーションの時お香を焚いたりとかはしますね。ええ、はい、へはい、それはの、なぜですか。気分。あ。へ最初は、あの。曽祖,祖父のブロマイドとかを、はい、あの、自分がやる。 勤めさせていただくお役がね、あの曽祖父が勤めてる写真を僕は持ってたら飾ってたんですよ。で、まあ、なんか何もと思った時に。誰かから、なんかおせん、お香いただいたんですよ。なんか楽屋見舞いかなんかで、それじゃ、せっかくだからって、と、おじいちゃまにっつって。まあ、その。で、お化粧の時にじゃ、あげようっつって、あげてて。それがなんの癖になって、自分で香皿と香立てと。買って。 ではあの5月のお話から聞いても、はい、よろしいでしょうか、えー、5月は歌舞伎座3部の方で筆引きの、えー、坪根のお役をさせていただ、はい、もちろん活躍で、うん、務めさせていただきます、はい、あの「鏡獅子」というのはあの大変舞踊の中で重たい、うん、重たい演目で、うん、すあの。それの上にやはり新歌舞伎18番で、はいまあ、成田屋のおうちのお家芸であると同時にあの評判をお取りになった我々もも 伝説の舞台で、まあそれからまあずっと今に至るまで土、はい、屋さんのお家で大変大事になさって、はい、菊之助のお兄さんはきっと相当大事になさってる演目です、うん、ですからそこであのこのお役で、えー、空気を感じられることは本当にあのありがたいですね。はい、やはりお役の、えー、性質上あのツです、うん、江戸上に勤めてるおツボネ様ですから大変にこう。うん きっちりした方ですからね、うん、やはりその品よくそしてあの菊之助お兄さんの手を引いて出てまいるわけですから、はいはい、非常にこう緊張します<ー>お兄様のやりやすいように手を引いて、うん、出ていけた本当にあの出番そのものはあまり長くはないですけれどもやはりお芝居の,その作品の空気感をまず幕が開いた時に舞台に板について座ってますから、うん、劇団の空気感というのも勉強させていただきながら。あの めさせてていいいたただきたいなと思います、うん、そして6月も活躍で一部の方で「夕顔棚の、まあ、里の女と」と、うん、すごい名前のお役ですけれどもう漠然としておりますが、ねはい、まああのなんてご説明していいか分かんないお芝居ですから夕顔棚というのも弱み、はい、をしてその湯上がりのおじいさんとおばあさんが。 こう昔を懐かしんでこう盆踊りの日にねこうっていう,こうほのぼのとした作品まあ比較的時代作成できた年代が新しいお芝居でもありますしまあそこで坂東美之助のお兄さんの相手で「里の女」というのを務めさせていただきますけれども坂東流のえ振り付けですのでそういう意味では。 家元でいらっしゃるお兄さんとそのバ坂東流の踊りを踊らせていただけるとは本当にありがたいことですからあのしっかりお稽古してもうお兄さんの足手まといにならないようにねでそしてやはりあのころのおじさまと佐團次郎のおじいさんとおばあさん夫婦がいてそこへ出てくる若い,ふあの若いカップルですからその,あのおじいさんとおばあさんがあの僕らを見て昔を懐かしむそういったあの空気感のあるお役でも ありますから、うん、こうかのぼのとした何、うん、か,いいなん,かなんて言うんですかいい雰囲気っていうのがあるじゃないですか具体的に言えない,いその雰囲気を大切にあの、うん、そして何よりも簑助のお兄さんとお相手ですから、はいまあ、立役さんのやりにくいと思われないように務められたんだなというふうには思いますね、うん、はい。 でヨネさんが何かいつも心がけていることっていうのはありますか。そうですね。やはりあの教えていただいたことを少しでもなぞれるように、うんはい、ということが一番大事かなというふうに思っておりますね。うん、あの先輩方に教えていただいて、まあ二度目三度目から自分の工夫を加える、はい、というような昔から言,う言い方もありますから、はい、やはり教えていただいたことを大切に、うん、あの。 努めてていいいかなくてはならないなくはらとううのがそうですねそればっかりですね、うん、でそれがなかなかやっぱりできないんでよく怒られます「うん、そんなふうに教えてない」とか「そんなふうに言ってないでしょ」ってよく怒らしかられてしまいます<ー>やはり基本に忠実にと申しますか、うんはい、しっかりと丁寧なあのやはり発約初めてのことですし、うん、で我々は特にあの何度も勤めることがある。 職業ですから、はい、もちろんお役ってご縁なので一生勤めないお役もたくさんあると思いますし「うん、えっそんなのえ昔やってないの?」みたいな「えっ何度か目、えー、かでしょ?」って言われるようなお役ももちろんいいいやいや、ま、だ初めてななんんでで、すすよみたいなことももちろんありますあ、はい、で僕らも先輩に「えっなさってないんですね」みたいなことももちろんありますだから本当にご縁なんですよね、はい、お役とお芝居との付き合いって。うはい、だからあの 初めてでいただいたこのご縁ですから大切に初めてを大切に努めたいなというのはいつも思いますね、うん。うん、はい。最後にちょっとこれを聞きたくてですね、はいあの。どのような歌舞伎俳優になっていきたいとそうですね。よく出てきただけでまあお客様に喜んでいただけるようなっていうことを昔よく言いましたんですけれど、はい、まあそれも。 を踏まえそれそうなるためにやはり何が大事なのかってことを最近考えるようになりまして、うんはい、やはりし,、まあ、しっかりこの基本を忠実にというか歌舞伎のその、はい、特に古典ですね、うん、古典歌舞伎のやはりその役役のその役役によってのそのどういう 演じ方があるのか、はい、その同じお姫様でもあのお姫様とこのお姫様ではやはり、はあ、バックボーンも違うし、はい、やることも違うしそういうことも踏まえて、はい、一つ一つのお芝居をもっともっと掘り下げていかなくてはいけないなというのも最近特に一つのお芝居にしか出れなくなってしまいましたね、はい、特にこの,あのコロナの中で、はい、そんな中でよく感じることでもあるんですけどもやはり人の一つの お役をを掘り下げてて見えるものを大事にして、うん、その中で自分が自分なりにあの先輩から教えていただいたものを何より大事にしながらね、うん、あの自分なりのそのお役それぞれの魅力を見つけて、うん、それをお客様に伝えらられるよようにやななきゃいけないけんですよ自分でこのお役ってこういうふうだしこういう感じだからこういうふうにやってみたっていうのは。うん お客様に伝わらないと自己満足でしかないですから、はい、でもそれは一番難しいし、でそれをおじさま方が先輩方が当たり前のようにあさってるっていうことに最近改めて気づかされましたね。はい、今までそういうふうにうあのもちろんそうであろうと当然のように思っていたことが自分で改めて感じることができているので、はい、まあでも一言で言えばお客様に喜んでいただけて、うん、そのこの歌舞伎という演劇にね必要な役者必要な 女型になりたいっていうのが一番ですねはい。ありがとうございましたたくさんのお話をありがとうございましたたくさんのっていうところが大事です <laughs> 実はここでは収められないほど本当にたくさんのお話をユニキさんしてくださいました